誰も巻き込んじゃダメなんじゃないのか。メイちゃん。コウタロウお兄ちゃんは優しい人です。いつもみんなのことを考えてます。みんなはそんなお兄ちゃんが大好きです。お兄ちゃんがみんなを好きなのと同じに、みんなもお兄ちゃんを助けたいの。みんな自分で決めたの、コウタロウお兄ちゃんを助けたいって。それをダメって言うのはメイですよ。サンキュー、メイちゃん。分かったよ。もっとシャンとする。もともと俺の柄じゃないもんな。じゃ、一緒に探しましょう。ああ、じゃ、まずあっちから。じゃあ、聞き込みの話を総合すると、いつもは思い出せない昔の後悔とか絶望が思いがけず蘇ってくるってことか。そうみたいなの。お兄ちゃんもあるでしょ、普段は思い出さない辛いこととか。ああ、たくさんある。いつもは忘れてる分、そういう水面下に潜った思いは強いの。刷り込み効果っていうのも。いつも覚えてることよりも、ふとそれを思い出した時の方が辛いか。そうだよな。人は忘れることで絶望を乗り切ろうとするの。でもそれは目を背けることなの。より強く思いを自分の奥底に刻みつけることだから。強く刻まれた思いは蘇った時に、より強く人の心を苦しめる。だから今度の連中は忘れられてる思いに目をつけたのか。その方が強い力を持つから。いつもいつも心にある思いなら、人はそれを見つめて強くなろうと思うことができるけど、忘れてしまったらその思いから受けた傷を癒すこともできません。再び蘇った時に、その人を傷つける刃になる、そういうことなんです。なんてタチの悪い奴だ。今度の相手はそんな奴なのかよ。しかも噂は、昔見捨ててすっかり忘れてた相手の怨霊に無残に取り殺されるで締めくくられてた。お話ししてもらったパターン通りなら、その噂が連鎖的に現実化していって、最後にはまたお城が落ちます。いずれにしても、これ以上深刻になる前にやめさせねえと。メイちゃん、あそこにも誰かいるみたいだ。俺、話聞いてくる。あれは、ダメ、コウタロウお兄ちゃん。すいません、ちょっと聞きたいことが。コウタロウ、こいつ、もしかして。コウタロウ、コウタロウ、シンニ、どうしたんだい、コウ。もう僕のことは忘れたって言うのかい。コウが僕のことを殺したって言うのに。お前はシンニじゃない。シンニのはずがない。
どうしてそんなことを言うんだい、コウ。コウのせいで僕は死んだのに。どうして逃げるんだい、コウ。久しぶりだって言うのに。よく見ておくれよ、僕を。コウが殺した、この僕を。シンリーは、兄貴はそんなことは言わない。そんな姑息な手を使う悪人なんかじゃない。悪人じゃないのにコウは僕を殺したのか。じゃあどうして、僕は死ななきゃいけなかったんだい。本当は何とかできたんじゃないかってお前も思ってるんだろう。殺さなくても済んだんじゃないかって。そこまでです。メイちゃん、人は夜の闇に恐れを見るもの、闇の中に己の心の影を見るもの、それは人が人としてある必要の断りけれど、それを嘲笑う者、自ら歩み出そうとする勇気を踏みにじる者、あらざるにもかかわらずあるを惑わす者、私はそんな悪しき夢を許しません。惑いをもたらす偽りの衣を脱ぎ去り、自らのあるべき姿を思い出しなさい。お兄ちゃん。サンキュー、メイちゃん。てめえ、よくもやってくれたな。新兄はあんなこと言わねえ。こんな卑怯な真似もしねえ。お前は兄貴なんかじゃない。大丈夫？コウタロウお兄ちゃん。うん、大丈夫。助かったよ、メイちゃん。ありがとうな。よかった。心配かけちゃメイですよ。悪い悪い。柄じゃないことしないって言った矢先にこれだもんな。我ながら情けないや。本当にすまねえ。気をつける。それにしても、お兄ちゃんにまで影響を及ぼせるなんて。あのね、お兄ちゃん、話さないつもりだったけど、思ったよりも時間がないから言うね。どうしたんだ、メイちゃん。一体さよお姉ちゃんのこと気づいてる？さよたん？いや、なんかあるのか。
やっぱり気づいてなかったのね。お兄ちゃん、最近さよお姉ちゃんのこと忘れがちじゃない？忘れがちって、そんなことないぞ。今日だってメイちゃんのいる前でさよたんと話したじゃないか。そうじゃなくて、最近のお姉ちゃんの様子覚えてる？悪い、言われてみりゃあんま覚えてない。なんかやばいことでもあったのか？今はまだ大丈夫けど、お兄ちゃんまで幻惑されるこの状況で、今のさよお姉ちゃんは危険かもしれない。術者として能力が強ければ強いほど感受性は高くなっていくの。精神への攻撃の影響を受けやすくなっちゃう。多くの術者は対策があるんだけど、さよお姉ちゃんは精神力で跳ねのけるやり方みたいだから。そこまで言われりゃ俺だってわかるよ。さよたんは今、悪い術を弾く元気もねえってことだろ。で、元気がねえのは、俺がさよたんの様子にも気づかないくらい全然余裕がなかったからか。俺、さよたんに冷たく当たってたかな？そこまでじゃないと思うの。でも、さよお姉ちゃんが元気をなくすくらい気持ちが離れてたんじゃないかな。なんとかしてあげられるのはお兄ちゃんだけですよ。わかった、頑張ってみるよ。また助けてもらうと思う。その時は頼む。もちろんです。じゃあもうちょっと聞き込みするか。うん。じゃあ次はどこに行くの？そうだな、めぼしいところは回った気がするけど。よし、ちょっと足を伸ばして他の盛り場でも聞き込んでみようぜ。どっちに行けばいいのかな？そうだな、ここからだと地下鉄が早いな。でもメイちゃん、疲れてないか？結構歩き回ったぜ。はい、私は見かけより丈夫ですよ。そっか、なら行こうぜ。わあ、地下鉄って初めて。あ、そうなのか？それにこんなにたくさんの人の中にいるのも久しぶり。なんだかお祭りみたい。お祭りか。そう思えば満員電車も楽しくなるかもな。ちょうど来たみたいだ。乗ろうぜ。はーい。思ったより噂が広まってるな。別れた恋人とか死に別れた家族とか、悲しいことっていっぱいあるもんだな。でもだからってお兄ちゃんまでそんな顔したらねえですよ。辛いことは辛いことを呼んでくるのだからね。そんな時こそ笑うのよ。そうだな。お、どうした、メイちゃん？ごめんなさい。あの大きなビル何かなって。ああ、あれは10年くらい前に建った東京市庁だ。でっかいよな。もうちょっと歩けば大久保だ。あんな綺麗なものがあるんだもん。この町を壊すの良くないよ。そうだな、それが俺のゲートのせいならなおさらだ。頑張ろうな。うん。
少々お待ちください。ただいまお伺いいたします。その商品につきましては、あ、そうです、あちらの棚です。確かこちらに。どうしてない？申し訳ありません。こちらの棚でした。どうぞ。いらっしゃいませ。でも、ここで弱音を吐いたら、ふみこさんに笑われる。それに、あんれまあ、大丈夫ですか、店員さん。あ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。あの、申し訳ありません。すぐに何とかしますので。少々お待ちください。これは分類何番になるだろう。メロンフラッペですか。はい、お待ちを。このボタンで大丈夫なはず。機械が止まらない。電話料金のお支払いですね。はい、ありがとうございます。確かこれは ありがとうございます。こちらの商品は温めますか。あ、はい、カードでお支払いですか。はい、かしこまりました。その少々お待ちを。レシートですか。申し訳ありません。少々お待ちください。こちらで。今日もまた失敗をしてしまった。